こんにちは。実況は私西岡明彦、そして今日の解説は堀池拓実さんです。しっかりキャッチ、打ってきた、惜しいシュートです。コーナーからのリスタートになります。さあ折り返した、シュートはポストをわずかに外れます。これはファールです。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。ここはクリーンに取れませんでした。ファールの判定はやむを得ません。これは妥当な判断ですね。タイミングが外れて引っかかる。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。まだボールは生きています。ここでシュート、ゴール下隅に決めました。このゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。最初のセーブは見事。どうなる、ボールを蹴り出したい。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、1対0で試合が終了いたしました。堀池さん、押し込まれる展開が多かったですが、耐えながら強烈な一撃を決めてましたね。試合開始です。エスピノさん、打ってきた、イエス、ゴール決まった。ボールの激しい奪い合いです。クロス来た、ハーベイ、再び得点です。からのリスタートになります。決めに来た。ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。頭でシュート、シュートは枠の外、芯を捉えられませんでした。頭を使います。どうだ、ゴールだ。ゴールが入りました。これは中盤がうまかったですね。最初のシュートは止めたんですが、このコーナーは残念でしたね。レフェリーのホイッスルが鳴って、ここでタイムアップ、試合が終了しました。リーグです。はい、リーグです。これが一歩引けばいい。あ、ファイヤー。あ、山田君のは多分確率高いからね。和田とか見てるのか。おお。うまい。うまい。うまい。ナイパー。ナイスナイスナイス。そんな君いなかった。マリノ。マリノ。ロナコいなかった。惜しくも。取れた。うま。マルト。山田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 。何があーだよ。アナザージニアス。何があーだよ。アナザージニアス。決まったが。古文曰く入れば何でもいいらしいから。古文あーって言ったと無言になったもん。あ、負けた、負けた、あ、来た、来た、ファイヤー、あー、ファイヤー、なんだろうな、勝てると思います。身長翼、楽しい、
あるあ、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 あ
はい、バー、いったれーいっちゃったー、死にたいと思います。アンペルシーって言った方がいいんじゃないか。決まります。ナイスパス。さあ、さあでもいいんじゃない。いけ、おいバタード、ナイス、かっこいい、ナイス、かっこいい。あと1点、そしたらナイス、あと1点一瞬まで、相手終わったもん。あれ言うと、それ山本君だったら多分おいしい、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 なんでそこにおるんや。本当に5点で取った。嘘みたいなクロスがあった今。いや、ツバスさん本当でクロス完全に逆。上がるまで待ってね。食べてるからな、ゲージ。待って待って、これでも反応して。ゲー、来い。ルリーほらはは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 はやばいやばいやばい、大丈夫、何やってた。終わった。そこで終わるかよ。